皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日は私の2019年上半期のベストコスメをご紹介していきたいと思います。私のベストコスメのご紹介の仕方はプチプラ、デパコス関係なく、全てのフルメイクをするときに一番気に入ったアイテムを一つずつご紹介していく形です。次回の動画でそのアイテムを全て使ったフルメイク、今これが完成した状態なんですが、そちらをアップするので合わせてご覧ください。私気に入るとだいぶこう何回もリピートして使うタイプで、今までの中でももう殿堂入りでいいんじゃないっていうくらい何回も何回も出てきているアイテムがあるので、上半期ということで1月からカウントすると、冬使っていたアイテムも多いことになるので、ちょっと今回はこの1月から6月までに購入した中でのベストコスメをご紹介していきます。年末の方ではそういうのも全て合わせた、一番良かったアイテムをご紹介していくので、そちらを楽しみにしていてください。なので少し新しいアイテム多めです。今までほとんど変えてないものもあるので、変わってない部分もあるんですが、これからの季節に使えるようなアイテム多いので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ではどんどんいきます。まずは最初、ベースメイクの一番最初に使うもの、こちらです。スックのエクストラプロテクター50、こちらは日焼け止めになります。 SPF50+PA+4 です。今まではラロッシュポゼの UV トーンアップが大好きで、ずっとそれで今ももちろん大好きなんですが、これが出てきてからちょっとこう中に仕込む日焼け止めの概念が変わったというか、今までの日焼け止め、トーンアップ下地もそうだし、ポーラの BA のプロテクターも使ったりしていて、そちらも大好きだったんですが、そういうのってね、結構日焼け止め の、 キチキチ感は全くないんだけど、クリームっぽいこっくりしたクリームっていう印象がすごく強くて、乾燥の時期にはすっごくいいんだけれど、どちらかというとこの夏のサラッとしたい時には若干重いなっていうイメージが正直あって、ツヤたっぷりにね仕込むようなメイクの時は夏場も本当に全然いいし、上に結構しっかりお粉かぶせれば問題ないんだけれど、私はこうお粉本当に少なめにしたいタイプなので、このスックの日焼け止めはクリームなんだけどちょっとジェルっぽいサラッと感があって、この暑くなる時期、今もだいぶ蒸し暑いんですけど、こういう時期にベース、本当に一番最初のベースからサラッとできるのはすごくいいなと思います。ただお値段がちょっと高いの で、 で容量もこれしかないので、この夏にもう1本足すの、2本足すのっていうぐらいなので、なんかね毎日使えないんですよね、ケチっちゃってなのでお天気の感じとか見ながら私は使っている感じです。はい、次はこちらです。次にムーのスキンスムーザーです。はい、これはもう毎回毎回メイクの時に出てきているので、本当にお気に入りなんだなって思ってくれていると思うんですが、もう好きなところも何回も喋ります。好きなところは、まず本当に天然由来のものでしかできてないので、お肌に優しいし石鹸で落ちるし、シリコンとかが入っていないので毛穴詰まりすることがなく、シリコンとかがね毛穴に詰まったまましっかり落ちないで日々過ごしてしまうと炎症したりニキビの原因になるんだけど、天然由来のものなのでそういうこともなく使えるっていうのはすごい大好きなポイントな上に、別名塗る油取り紙って言われるぐらいテカリを抑えてくれる効果があります。なのでこれからの時期、テカリってツヤとは違ってこうギトッとした感じがすると思うんですけど、そういうのをしっかり抑えてくれるものになります。あとは私こう毛穴がね少し気になるタイプなので、毛穴にしっかり入れて肌をフラットな状態にしてファンデーションを塗るようにしています。フラットって言っても本当のフラットではないんだけど、だいぶ塗ると塗らないじゃ全然違うので、これはもう毎日使っています。ジョンセンブルのクッションファンデーション、フェアリーピンクのお色です。これもね今まで散々出てきているので知ってくださる方いると思うんですが、なんかクッションファンデーションで特別お気に入りのものって正直そんなになかったんだけど、これに出会ったらもうまずクッションファンデーションで楽でしょ。
で手も汚れないとかそういう利点もいっぱいある中、これの使用感が一塗りで本当にツヤツヤでカバーをしてくれるんです。でカバー力が本当にしっかりあるんだけど、こう厚みがあるカバー力じゃなくてツヤ、みずみずしいカバー力がある上に色ムラの補正、毛穴、シワかな、凹凸をすごい隠すタイプではないんだけど、そこら辺はすごいしっかり隠してくれるファンデーションです。パウダーをしっかりするのがあんまり好きじゃなかったんですが、最近はちょっとこうしっかりこう粉をなるべくのせるようにしていて、結構ねしっかりのせてるの、ふんわりなんだけどのせてるんだけど、こうツヤがねなくならないっていう、本当にこう内側からツヤツヤに仕上げてくれる優秀なファンデーションです。コスメデコルテフェイスパウダー00番です。これも今までのもう殿堂入りにしようかなって、もうゲランのパウダーがあるんだけど、ゲランのパウダーって軽いお粉でこう表面からね、その粉一つ一つがもう光沢感のあるパールのような感じでキラッとさせてくれるものなんだけど、なんだろうな、ちょっとこう粒子はちょっと粗い感じはしていて、まあ、全然気にならないんですけど、で今回紹介するこのコスメデコルテのこれはなんかもう細かすぎて、本当に細かくて肌の毛穴にも入り込むぐらいふっとフィットするんですよ。でファンデーションとこういい感じに馴染んで、さらっとしてさらっと仕上げてくれてるのに、ツヤはなくさない感じがして、なんかこれはシルクのような肌を作るっていうキャッチコピーみたいなものがあって、なんか本当にそんな感じでスルッとした肌、滑らかな感じの肌を仕上げてくれます。はい、これはすごくお気に入りで使っています。 MIMC のナチュラルホワイトニングコンシーラーです。これは美白コンシーラーで、今まで使ってたイプサのものがあるんだけど、あれも大好きで使ってるんだけど、ちょっとね色味がもうちょっとこう明るめな色がのニュアンスが出たらいいなって思ってるところにちょうどこれ見つけて、最近購入してきました。ホワイトニング効果がすごく高いもので、まあ MIMG なのでナチュラルコスメでもあるんだけど、私結構ねニキビがたまに大きいのがプツってできるんですよ。でそういう時って隠したいけど、なんかコンシーラー塗ってることが若干傷に申し訳ない気持ちがしつついるんだけど、これからの季節このニキビを潰してしまったようなところとか傷っぽくなってるところに紫外線が当たるともうシミになって取れないんですよ、もうこの大人になると。っていうのでホワイトニングをしながらケアしながら隠すっていうのはすごく大事で、今回はこのホワイトニング効果の高いものを使っています。次はフジコのシェイクシャドウ03番のフレンチピンクです。今までにないアイシャドウ、今までにない輝きがあるんだけど、なんかね最近これを絶対ベースに仕込みたくなるぐらい気に入っていて、もちろんこれ一色でサラってするとこのちょっと表面の光沢感があってとってもこうちょっとミラーっぽいというかキラッとして素敵なんだけど、内側にね今日3層にしてるんだけど内側に仕込んでおくことでなんかこう透けるような色のラメとかを重ねても内側からしっかりこうなんて言うんだろうね、この淡いこの色味が出てくれてとっても素敵な目元を作ってくれます。なんか自分で思ってるよりも節目にした時って結構こう光の感じとかでここの部分って結構見えていて肌が透けそうで透けてない光沢感がすごく素敵で、最近すごく気に入って使っています。このフジコのミラー感、これだけでも十分可愛いんだけど、最近はこの資生堂のオーラデュープリズム02番を購入したので、これもすごい気に入ってるのでこれの組み合わせがすごく好きです。でこれはどんなアイシャドウにも合うような本当にちょっとゴールド寄りのラメが強いものなので、これを全体にこうふわっとのせて目元をキラキラっとさせています。最近のアイメイクはなんかこう色味をすごい使うっていうのはそういう日はそのメイクが主役なんだけど、普段はこうカラーレスっぽい雰囲気、ベージュトーンっぽいのがすごく好きなので、こういうなんだろう光のニュアンスというかラメ感で目元で遊ぶっていうのが好きです。
次はコスメデコルテのアイグロウジェム BR382 番です。アイグロウジェムは何色か持っていてすごいお気に入りなので間違いないので、初めてこの締め色、濃い色を購入してみました。どんなメイクでも合う締め色が欲しいなと思っていてこちらを買ったので、色の密度がパウダーとは違う、パウダーはすごい粉っぽい、これはちょっとみずみずしい感じの締め色を使えるので、こういうこうラメがすごいたっぷりあるような時にこのラメ感を殺さないのですごくいいなと思って使っています。このラブライナーのリキッドアイライナーのダークブラウンの色です。ラブライナー私ずっと使ってるんですが、リニューアルしたということで最近のバージョンでこちらを選ばせてもらったんだけど、もうね、もう間違いない、何の文句もない、そしてお値段も超優秀なので絶対外せないアイラインです。次はデジャブのラスティングファインアイラインのダークブラウン、こちらも落ちない、にじまない、描きやすい、まあ、滑らかっていう意味でお値段優秀なので、これも何回も出ていると思うんですがお気に入りのアイテムです。はい、次はシュウエムラのカーラーです。これもね、この子もずっとです。私は資生堂よりシュウ派です。ちょっとここのカールがこう丸い強い感じ、あとここのゴムが硬いのでそこがお気に入りのポイントです。コスメデコルテコントゥアリングパウダーアイブロウ BR302 番です。これはね、このパウダーの部分が硬くて、ブラシに取った時にボソッと絶対乗らないんですよ。トントンってパウダーを取ったら手でこうやってなじませたりしないと乗せるの最初怖いんだけど、これすごい硬いのでボソッて強く出ることがないので、そこはすごくお気に入りのポイントです。あとはこうブラシがね、こんなに3本もついていて、どのブラシも本当に優秀なので、そういう部分で本当に使いやすくて気に入っています。今までね、セザンヌのアイブロウを使ってて、そちらも本当にお値段も安いし優秀なのだけど、ブラシがやっぱりこう使いづらさがあって、まあ、そちらはブラシを自分の使いやすいものを使ったら最強なんですが、最近はね、これがもう本当に使いやすくてよく使ってるので今日はこちらをご紹介しています。次はトーンのアイブロウマスカラ03番です。これも前回のベスコスで紹介しているんですが、こう生っぽい眉毛を作れる、ちょっとこうツヤがあるような眉毛になるんですね。こうポソッとしない感じで、はい、なのでこれは気に入って引き続き使っています。次はフェンティービューティーのハイライトです。はい、こちらも本当に間違いないハイライトでした。2色入っていて、どちらもすごい使いやすいんだけど、普段のこのキラッとした頬の高い位置だったり鼻筋に使うのは左側が使いやすくて普段から使っています。はい、次はビセリシェフォギーオンチークス BE300 番です。こちらはもうなんか大賞を贈りたいぐらい、もう本当に気に入ってて、もうすっごい好きです。トーンのチーク、去年の年末にベスコスであげてるんだけど、そちらと何が違うかというと、色味は結構似ていて、まあ、こっちの方が若干ベージュピンクっぽいんだけど、このね、表面の感じで分かりますか？この表面が若干白いツヤ、発光するようなツヤが入っているんだけど、これってなんか、なんだろう、チークにハイライトを混ぜたような光沢感があるんです。なのでこう自然にこうチークをここに乗せると、ここがちょっとこうマットっぽくなったりとかすることがあって、せっかくツヤっぽく作った肌がもったいないなって思う時とかがあるんだけど、これは塗れば塗るほど肌に光沢が出るので、いい意味で光沢、まあ変な言い方すると若干白い感じ、なんていうの、なんか光る感じがしていて、まあでも私はそれがすごい好きで気に入っています。もうこれは大賞を贈りたい、大好きなチークです。不老不死のモテマスカラワンリフトアップです。こちらのマスカラも本当に私の中では殿堂入りで、いろいろ使って本当にいろんなマスカラ、いろんないいところがあるんだけど、やっぱりこれに戻ってきてしまって、今これ以上にいいマスカラを探しています。これに似た使用感知ってる方いらっしゃいませんでしょうか？なんだろう、本当にいいんですよね。トーンのものもすっごいいいんだけど、一本一本こう見せたい時はちょっとこっちの方がやっぱり良かったかなと今思ってます。はい、
はい、最後はリップです。 RMK のリップスティックコンフォートブライトリッチ10番です。リップは本当に迷ったので、私のベスト5ぐらいを今度動画で改めてアップしようと思うんですが、ここ最近本当に気に入ってたリップ、本当にやっぱ何本かあるんだけど、その中でも申し分ないリップがこちらだったなと思います。最近の気分にもすごく合うし、このちょっとブラウンっぽさと赤みが足されていて、マットすぎずいい感じのリップだし、大人っぽさがあるのにちょっとこう今っぽい、今最近そのヌーディーな感じが好きなので、こういうメイクにもすごく映える、でツヤ感がすごくいい感じっていうので、もうこちらを選ばせていただきました。本当に気に入っています。これはそうで、ツヤがね、いつまでも続くっていうのが結構大きなポイントで、だんだんパサパサしてくるリップ多いと思うんですが、これは結構ツヤ持続系なので、はい、とってもおすすめです。はい、以上が私の2019年のベストコスメでした。次の動画でこのコスメたちを使ったフルメイクをご紹介するので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。